クアットティルトローターベルボーイングクアットティルトローター外略図クアットティルトローターはベル社とボーイング社が共同で研究したクアットローターであるベルボーイング V-22 をスプレーから派生したこの機体はアメリカ陸軍の JHL 計画の候補として設計されたものであり C-130 ハーキュリーズと同等の搭載能力を有し250ノットで 高速飛行できることに加えてヘリコプターのように不整地に垂直に着陸できると考えられていた。1979年、ベル社は DE-322 型機というクワットティルトローター構想を立案していた。1999年、ベルボーイングチームは両社が過去2年間にわたって研究してきたクワットティルトローター計画を発表した。 アメリカ陸軍の将来輸送ヘリコプター、フューチャートランスポートロータークラフト計画の候補機として設計されたその機体は C-130 と同じくらいの大きさで V-22 と50%が共通の V、エストール輸送機であった。その機体の最大離陸重量は10万ポンド、ホバリング時最大ペイロードは2万5千ポンド程度になるものと見込まれていた。その後、 機体規模が縮小され、V-22 との共通部分を拡大し、1万8000通2万ポンドのペイロードを目指すものに改められた。この仕様の機体は、V-44 と呼ばれる。2000年、ベル社は、クアッドティルトローター関連技術の研究に関する契約を締結したが、国防総省はその機体の開発を見送った。2000年から2006年にかけて、 メリーランド大学カレッジパーク校において、クワットティルトローターの空気力学及び性能に関する研究が行われた。この事業は、当初、NASA により資金が提供されていたが、後にベル社が費用を負担するようになった。2005年9月、ベル社とボーイング社は、アメリカ陸軍航空応用技術管理部と345万ドルの費用分担契約を締結し、 2007年3月までの18ヶ月間にわたり JHL 計画の概念設計及び分析研究を行った。その契約はボーイング社のファントムワークスとチームを組んでいたベルヘリコプター社との間に締結された。QTER に関する研究は候補となる5つの設計のうちの1つに位置づけられていた。5つの設計の中には ボーイング社が計画する CH-47、チヌークの改良型も含まれていた。初期基本設計研究においては、ベル社の設計者が翼、エンジン及びローターの設計を担当し、ボーイングチームが胴体及び内部システムの設計を担当した。この担任区分は、ベルボーイング V-22 オスプレイの時とほぼ同じであった。2006年の夏、 NASA のラングレー研究所にあるトランスソニックダイナミクストンネルで5分の1スケールの風洞実験用試作機を用いた試験が行われた。機体の右半分だけが作られたセミスパンモデルは長さが213インチで91インチのローターで水力を発生しナセルや補助翼が実際に動くようになっていた。この試験の主たる目的は 前方翼の後方翼に対する空力弾性効果を確認し、基本的機体形状を決定することであった。ベル社の QTR プログラムマネージャーであるアラン・ユーイングは試験の結果、後方ローターの渦による負荷は前方ローターに認められる負荷と同等であった。また、翼の空力弾性上の安定性は通常のティルトローターと変わりがなかったとする報告書を提出した。 この試験に用いられたモデルは3枚ブレードのローターを装備していたが将来的には4枚ブレードのローターを装備することも考えられていた。ベル社は契約に基づく共同研究を行う以外にも他の研究や風洞実験に資金を提供し NASA 及び陸軍に協力した。初期概念研究成果が提出されたならば実物大の機体構成品や2分の1サイズの 機体を用いた試験を行うことが考えられていた。また、実際には承認されなかったが、実物大の試作機の初飛行は、2012年に計画されていた。2007年、研究が終了すると、開発予定機にクアッドティルトローターが選定された。しかしながら、未来戦闘システムの有人戦闘車両の重量が20トンから27トンに増加したため、 より大型の航空機が必要とされるようになった。2008年中頃、アメリカ陸軍は JHL の継続を決定し、ベルボーイング及びカレムエアクラフト、ロッキード・マーチンのチームと新たな契約を締結した。いずれのチームも新しい JHL の使用に適合させるため、設計の変更を行うことが必要であった。2008年、JHL はアメリカ空軍及び 陸軍の JFTL 計画の一部となった。2010年の半ば、アメリカ合衆国国防総省は JFTL の内容に垂直離着陸機計画を加えた。2010年、国防総省は JFTL に関し、航空企業からの技術情報の提供を求めた。クワットティルトローターの概念設計では、エンジンと50フィートのローターを V-22 と同じようにそれぞれの翼端に装備した巨大なタンデム翼機となる予定であった。C-130 クラスの胴体は、後方ローディングランプを装備する747インチの兵員、貨物室を持ち、110名の空挺隊員、または150名の通常兵装の隊員を収容できるものと考えられていた。また、貨物搭載形態においては、 8枚の標準パレットを搭載できると考えられていた。さらに、完全収納型の給油プローブやローター駆動用の連結ドライブシステムを装備していた。ベルボーイングチームは、水上機バージョンを含めた8種類の派生型も検討していた。それらの機体のペイロードには16から26トン、航続距離には420から1000マイルの開きが生じると考えられていた。 派生型の一つには、ビッグ、ボーイーと呼ばれる、55フィートのローターと815インチの貨物質を持つ機体もあった。その機体は、標準パレットを一つ多く搭載できるとともに、ストライカー武装戦闘車両も輸送できる機体になると考えられていた。ありがとうございます。